76.1インター FM、インター FM、インター FM、リコー e ィングエクスプレス、76.1インター FM、o r ー i n ン Express 森住、有がお送りしています。さあ、それではですね、今週のゲストをお迎えしたいと思います。Everything Must Pass の、えー、ボーカルンギターのカットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。まずはちょっとカットさんのですね、 プロフィールを、えー、紹介させていただきたいと。 思うんでもともとは XJAPAN のヒデさんに見出されたんですってねそうですねあの見出されたっていうとかっこいいんですけども、うん、一応テープを気に入っていただいてレーベルに入れていただいてっていう感じですうん、うん、これは98年っていうね、はい、ヒデさん本当いろんなその新しいアーティストをね、はい、探してましたもんね当時ねそうですねあの、うん、ご自身が立ち上げられた「レモネードっていうレーベルに当にあにいろんな海外のアーティストのコンピを作られたりとかうん、うん、すごく貪欲な方で。うん えっと連絡を受けて、えー、その後結構すぐ亡くなられてしまってそうですね、うん、なんでまあ僕としてはその自分の、ね、音楽の中で、うん、僕すごく X が大好きだったのではい、はい、その自分がすごく尊敬してる人に、うん、まあ直接声は聞けなかったんですけど「うん、あのおいいじゃん」って言ってもらえたことがやっぱり自分の中の一番大きな誇りでもありますね。うんうんえー、サウンドデザイナーの、ねはい SD ええー、宅録腕試しグランプリで、はいえー、皆さんにミックスしていただく音源を、えー、提供したのが。エフティングマスパラスの加藤さんなわけですが、あのー、この話はどう、どういう形で聞いたんですか。えっと、あの編集部の、はい、ええー、方から、はいえー、今度こう、こういうふうな、はいえー、ミックスコンテストを企画してるんだけれども。はい、なんか、あのー、曲、パラデータとか、くれたり。はい しな,しないみたいな,たいな、うん、連絡があって、うん、でその先ほど聴いていた,いただいた曲とかがあのその時あった曲なんですけどはい、はい、結構トラック数も多いですし。うん なんかそのストリングスファみたいなのをミックスしてもらうのもちょっとなんか恥ずかしいなみたいなのもあって、うん、な,んなんでこんな壮大なの好きなのこの人とか思われるのも嫌だなと <laughs> なんなんそういう曲じゃないですか曲,曲なんですけどなんか嫌だなと思って、うん、トラックが全部でこれ17トラックということなんですけどす、ね、まあこれどういうことかというと要はそのまあレコーディングするときにねあの別々にベースだドラムだっていうふうに取っていて最終的に皆さんがこう聞くものっていうのは全部がこう混ざった、ねはい、音なんですけどそれをこう一個ずつ。 付録として、えーまあ、例えばスネアだキックだ、えー、ベースだギターだっていうのをこう付録として、えー、このサンドデザインについていましてそれをみんなでこう家で好きにこうミックスしてもらって、はい、誰が一番良かったかって決めるというねマニアックなことこの上ないんですよね <laughs> <laughs> ですけどあのー、ちょっとそのカットさんがですね撮ったそのトラックを今日持ってきていただいたんですけどちょっと聞いてみたいなと思うんですけどはい あのー、またこれもマニアックなんですが、まあ、ドラムって一口に言ってもねドラムは別々に撮るんですよね。ねこれうにはそのキックスネア、まあ、スネアの上と下と、えー、タムとフロアタムハイハットとドラムのオーバートップとアンビエンスを撮っているんですがドラムのちょっとアンビエンス、えー、聞いてみましょうかどんな音なのか。 要はアンビエンスっていうのはそのオンマイクではなくてちょっと話したところでねそうですねあれなんです,んですけど皆さんが聴かれてるドラムとかってやっぱりそのオンマイクをおそらく主に作られてるので、うん、この音聞くとなんかちょっとしょぼいじゃないですけど、うん、なんかこうあ遠くで鳴ってるなみたいな感じがすると思うんですけどほとんどの音源でこういうのが薄く足されてることが多いと思うんでじゃあもう一つ、えー、スネアのトップスネアは えー、いわゆる上の方のマイクと下のマイクと2つこう使うのがあの人が多いですけどそうです、ね、これどう違うんですかね上と下と。まあどういわゆるそのスネアっていうスネードラムっていうのは、うん、あの皆さんご存じだと思いますけれどもあのいわゆるボトムの方の革にはスナッピーって言われてる響き線が貼られていて。別に まあね昔は1個で取ってたんでしょうけど、うん、やっぱりその表の方の革のアタックの部分と、うん、あのその響き線の音っていうのを別々に取っちゃえば、うん、後から混ぜられるじゃんって誰か偉い人が考えたんでしょうね, <laughs> ねなんで今は2つ取ってるのがほとんどですよね、うんうん、これがスネアのトップですねそうですね、うん、これラディックの,、うん、あのスネアだったと思いますけど,なる,どなるほどね でこれを全部こう混ぜると混ぜると <laughs> 1一曲になるとそういうことですね、うん、なるほどね、うん、あのー、サウンドデザイナーの1月号の付録、えー、にそのカットさんがミックス、えー、した音源もね、えー、収録されているわけなんですけど、はい、今これ後ろでかかっているのがそのミックスされた、ね、ものですよねはい、あのー、この曲をこうミックスする時はどういうイメージでこうミックスをしたんですかえーと この曲がアブソルト・アブストラクトなんで日本語にすると絶対的抽象みたいな意味なんですけどなんかなんて言うんですかねものすごく熱い熱さでもなくて冷たい冷たさでもなくて冷たい熱さっていうのをんか表現したくてものすごく燃えてるんだけど正方形の箱の中で燃えてますみたいななんかうまく伝えられないんですけど。 なんかその自分ですごく客観的に自分を見たりだとかクールな面もありながらなんかでも燃えてるものがあってなんかそういう世界が表現したくてそのまあ歌詞だったりあのアレンジだったりっていうのも一貫してそういうイメージだったんでそのミックスもあのなんていうんですかねそんなにこうドカン派手っていうんでもなくおとなしいっていうんでもなくなんかその冷たいんだけどでもこの人を。 本当は熱いんだろうなみたいな、うん、なんかそんな印象が伝えられたらなと思って、うん、あの好きなこうエンジニアとかって言います好きなエンジニアですか、うん、さすがこの番組はマニアックなこと初めて聞かれましたね <laughs> エンジニアの好き嫌いっていうのは、うん、いやでも本当ちょっとねあの先ほどあの話さしあの話してたところで出たアランモールダーとかは僕も言われてみればすごい好きだなとあえっとサザンオールスターズの、はい あのー、最近ちょっとわかんないんですけど、うん、えっとエンジニアリングをずっとなさってた。うん、そうで、俺も1曲だけやっていただいたことあるんですけど、うんうん、そのすごい夢のような体験だったんですが、うんうん、今名前が出てこないという,うん、うん、僕32歳でありますけれども、<laughs> <laughs> そしてちょっと。まあライブのあのー、話をちょっとしたいんですけど、はい、あのー、まあその everything must pass のこう。例えばライブのやり方としてはど,どんな感じでやってるんですか？なんかあのー、えっ、ー、とキューベースを駆使したスタイルを。 そうですね、うん、あのキーボーディストがいないので、はい、やっぱりそのピアノのフレーズだったりとかっていうのは、はいあのー、いわゆるまあ同期っていうか、うん、えー PC で鳴らして。うんでまあ ドラマーがクリックを聞きながらっていう感じですけども最近ちょっと試し始めてるのは最近の DAW ホストは映像も入るものが多いのでキューベースもクイックタイムだったりが入るのでマッキントッシュのノートブックのいわゆるビデオアウトというかから映像ともシンクさせることが可能なのでそれが意外とちょっと面倒くさいかなと思って始めたんですけどやってみると。 なんか割と簡単にできたりしたので、うん、結構プロジェクターのある会場とかだったら皆さんもおすすめですよっていう <laughs> なるほどねさて「エブリティング・マス・ s ス」なんですが、えー、ライブの方は今月は12月の23日、はい、渋谷・オークレストにて、えー、こちらがワンマンライブになっていますね、はい、そして12月31日大みそかの日が高田の馬場、えー、クラブフェーズ。はい そしてソロライブもあるんですよね。12月の30日が、はいえー、新宿のネイケッドロフト。これどれに行けばいいですかね。まあ全部です。よね。そうですよね。あのライブはどうですか。こうこうソロライブとその e v e r y t h i n ってどういうふうに。 違います。あのー、やっぱりその曲を書く人格っていうのと、うんうん、あの社交的というか、うん、あの皆さんとお話しする人格ってやっぱりみんな違うと思うんですね。あのー、なんでやっぱソロライブっていうのはどっちかっていうと こういうい普通にお話ができる状態でやっててべらべら喋ってるんですけども、うんあのー、バンドのライブっていうのはその自分が楽曲に対して作ったその時の思いっていうのをやっぱり再現したいし、うん、その時それを歌いたいので、うん、そうするとなんかそんなにこうなんていうかフレンドリーにね、うん、あのフレンドリーにするんですかじゃあそのバンドのの時時とソロの時では結構 いや自分の中では,、ね、中では変わってるつもりなんですけど,あ,ど,どまあ,あんまり変わってないって言われますから。うん <laughs> 一応そういうアウトプットをね、分けようかなと思ってます、ね。<laughs> なるほど。はい。12月の23日シビア・クレスト、12月31日高田のババクラブフェイズこちらが Everything Must Pass のライブです。そしてソロライブの方は12月30日新宿ネイキッドロフト。詳しくは Everything Must Pass .com Everything Must Pass .com をぜひチェックしてください。 えー、ということで、Recording Express 今夜は Everything Must Pass の、えー、カッタさんをお迎えしてお送りしました、えー。今日本当に長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。